ぶっ壊れすぎる守備捨てを持つプロスピエースの選手。1、2016TS 飯田。飯田選手は2016年の TS セレで登場しました。しかしゲーム史に残る強すぎる守備捨てを持っている選手なんです。ぶっ壊れ？どうせあんまり大したことないんだろ、というのがこの守備ステータス。センター適正89かつ積極守備という化け物捨てでした。ごめんなさい、飯田選手が最強です。2018大和。大和選手は守備が非常に上手い選手として有名です。そしてプロスピでも当然強すぎる守備捨てを誇っています。まあさすがにショート適正 A が関の山だろ、というのが2018で登場した大和選手の守備ステータス。なんと全適正 B 以上という化け物守備捨てなんです。スタメンは大和選手9人でいいや。